飛燕と共に。いってらっしゃい。ホムラ、よく来てくれた。半蔵にホムラが来た。びっくりや。すごい組み合わせ。別に助けた理由はアスカに言った通りだ。月戦の連中になんぞ倒されては私たちのプライドが傷つくんだ。抜け人の生活は大変か。蛇女時代に鈴音先生から受けたしごきに比べればどうということはない。アニメで鈴音先生死んでしまったよな。そういえばどうなんやろ。こっちは生きとんかな。鈴音、お前たちの先生か。ああ、情けと容赦は辞書にないと豪語する女だ。鈴音先生の修行の厳しさに比べれば抜け人など何でもない。情けと容赦は辞書にないか。昔の俺にそれだけの厳しさがあれば。厳しさがどうした。大道寺、お前何者だ。半蔵の生徒か。抜け人の穂村か。いつか手合わせを願いたいものだ。望むところだ。大事道理先輩強すぎやのに。無双すぎやろこいつ。ごっつ強かった。それにしてもそろそろだな。ああ、いつもこの時期になると思い出す。傷が痛み出すのか。心配無用。死んではおらず。え、リンさんは死んではおらず。え、キリアよ、リンさんは必ず帰ってくる。大道寺さん、どうしました。もう終わりですか。しばし休戦。いつかお前を参ったと言わせよ。無理無理、私をマイッタさせるなんて卒業試験より難しいんだから。ならばそれを我の卒業試験としよう。ミスじゃなくてお前が助けたんやな。嘘ばっかり言うよ。大道寺。なんだ。俺はもう過ちを犯さない。小村、頼みがある。頼み？半蔵の教師の頼みなど。何の真似だ、土下座なんて。頼む、アスカたちを鍛える修行に力を貸してくれ。
みんな聞け。これまでの戦いで月戦のレベルが分かったことだろう。はい。今後の学園祭だが、互いに学校を攻め合って決着がつかなかったので、最後は決戦場で雌雄を決することになる。でも正直に言って、今のままでは私たちに勝ち目は。確かにそうかもしれない。そこでだ、お前たちには絶秘伝忍法を習得してもらう。なんか新しい秘伝忍法が、超秘伝忍法は言ってないか。絶秘伝忍法。秘伝忍法よりさらに上位の究極忍法、それが絶秘伝忍法だ。自分の中に眠っている力を強制的に引き出す荒行だ。眠っている力を引き出す。確かにそんな忍法を習得できたら、ひばりたちにも勝ち目が出てくるね。キリア先生、絶秘伝忍法のための修行をお願いします。ドラゴンボールとかは眠ってる力を何回も呼び起こしとったよ。いや、絶秘伝忍法は相反する力が激突した時に生まれると言われている。一体どれだけ寝れるんだって。相反する力、善と悪、光と影、陽と陰、つまり私たちというわけだ。なんかジャージが一人おる。ホムラちゃん、アスカ、お前たちの修行の相手はホムラたちだ。ホムラちゃんが協力してくれるなんて、これはもう百年力だよ。今回は特別だ、キリアに感謝するんだな。大の大人が土下座したんかな。キリア先生に。さあ、時間もそんなにありません。ペアを組んで修行を始めましょうか。私の相手はもちろんイカルガさんです。ヨミさん、よろしくお願いします。よし、それではおのおの修行を始めろ。イカルガさん、では行きますよ。はい。と言いながらザコが出てくるみたいな。イカルガ舞い忍びます。任務開始。おれみの、やっぱりザコだらけやんかい。遅い、ここまでです。行きます。1対1で戦いですよ。1対1で戦ってほしいです。ガルガさんは単純な無双をしておいた。韓国無双的。ザコ時間あるし、400連戦突破。ここまでで抜きます。500連戦突破。じゃあどんだけ現れるんだ。またこれは時間切れで失敗になるパターンか。気が切れた。どこだ？終わったかな？ジャージ。そのひらひらドレスはどうした？ここまで。
チャージがすごい役立ちました。何で突き分かるか分かんない。空中でグリグリの後だけやないかい。どっちになると一発の威力が少ない代わりに連続技が続いて、どんだけ勘弁して。これかい。やりた。忍法使いすぎやろ。ブリブリやで。まだしすぎやろ。時間ないって。どんだけ続くんこれ。連打しろ。初めて出た。ちょっとちょっと今見て。どんだけ切るんだよ。レブルヘイム。何回目？秘伝忍法。クラスインですもの、このくらい当然ですよ。これは光った。スーパーサイジンだった。新しい力が私の中に。どうやら絶秘伝忍法の習得は成功のようですわね。ヨミさんは
ユミさんは習得せんの？ええ、あれついでに私もみたいな。ありがとうございました。どうしたのですか？絶秘伝忍符を手に入れたというのに浮かない顔をして。月仙の村雲さんは私に個人的な恨みを持っているようなのです。なるほど、それで戦いにくいというのですね。恨み持ちすぎ、持たれすぎやで。はい、いつも逆恨みやから。でしたら思い出してください。私もかつて同じような感情をイカルガさんにぶつけていました。でも私たちはぶつかり合った末に分かり合えたではありませんか。村雲さんとも分かり合えるのでしょうか。まずぶつかること、それから考えることです。そうですね、ヨミさんの言う通りです。私まずぶつかってみます。それでもし村雲さんとの勝負に負けて路頭に迷うことになっても心配はなさらずに。それはまたどういうことでしょうか。私がどんな場所でも生きていけるサバイバル術をレクチャーいたしますわ。抜け人になれってことね。古今東西の食べれる野草をはじめ、ゴミ集積所での効率的な立ち回り方、一年を彩るもやし365日の調理方法。絶対嫌やな、そんな。わかりました。それなら安心して戦えそうです。頑張ってくださいね、イカルガさん。ユミさんはええ子やで。おかえり、おかえり、おかえり。私たちの物語です。バカみたい。覚悟はいいか。あたいはできてる。いってらっしゃい。すんごいじとめ。この顔いいね。はあ、これじゃ修行にならんわ。どうしてなんだ、あたいの攻撃が全く当たらない。なんか知らんわ、力みすぎや。前のあんたはなんかもっとこうバカやった。バカ。そうや、悩みなんか全くなくてバカそのものやった。今はアホやってこと？ねえ、バカバカ言うなよ。けどあんたがバカやったからわしはあんたに興味を持ったんや。言っていることはわかるよ。だけど今度の相手は殺さなければ負けを認めないって言うんだ。それに学園祭にはあたいの家族の命もかかっているし、バカみたいに能天気には戦えないよ。そんなもんか。そうだって、殺さなくても相手が負けを認めるほどの強さを身につければええんやないか。そうすれば家族も助けられて万々歳や。ほんまや、ええこと言うわ。はあ、なんだよそれ。そんな単純にいけば苦労は。いや、そうだよな、本当は単純な話なんだよな。そうやろ日陰、お前のおかげで目が覚めたよ。絶秘伝忍法を身につけてあたいはもっと強くなる。それで夜桜を軽くぶっ倒してやる。その単純さ、そのバカっぽさ、それでこそわしの知ってるカツラギや。よし、そんじゃ早速やろうぜ。修行だ修行だ。いつもの調子に戻ったようやな。カツラギといると楽しいって感情を思い出せそうやわ。カツラギ、舞い忍びます。任務開始。わせほらよ、ほっはっからのチェット。その前にもっと上から岩を壊せって言わなかったか。ほっほらよ、100連戦突破。全然壊れない。ほらよ、ほっよ、
攻撃してみるか。よっほっこれでどうだ。よっほっからのチェンポピカチカ。よっほっよっほっほら。いやもうどれくらいで壊れるのか分かるな。よっほらよよっひたすら殴っとけば100連戦突破勝手に正規も死んでいく。よっほっほらよほっよっこれでどうだ。ほっくれよっほらよよっ、ほら、やり、や、チェント、ほらよ、ほらよ、くれ、ほらよ、ドリルが貫通してない、これでどうだ、くれ、ドリルが変なところに走ってしまう、くれ、これはダメだ、これでどうだ、ここに蹴るしかない、よくれ、ほっ、よっ、ここはさ、できるはず。ザコも一掃したとか言うときで100連戦突破。よっほっくれ終わった。やり終わった終わった。ザコは倒さなくていい。日陰舞い順じる。いざ尋常に落ちる。ずぅなんでこれなんか強いぞなんか強いぞ。やりやがった何のほらよよっほっほっからのかまね何のこれおっやがった何のしっかり破れすぎやろよっほっほらよほっほらよ危ないね行くで何のどこ行ったどこ行った結構です。次やろ。危ないね。ほらよ。100連戦突破。よっくれ。よっくれ。からの。服破れ。やばそう。変身か。忍び。変身。絶対アバンスラッシュか違うかった三刀流やったかった何本持ってんだよよいぞめっちゃしよう。よ、多くなってきた。BDS の時は全然なかったんだ。覚悟しや。五刀流。危ないね。しすぎやろ。逃げるよ逃げるよ。やるんだ。甘い。ほら、ほら、
愛はさらに強くなったぜ。このドヤ顔。おめでとうさん。これで絶秘伝忍法も使いこなせるはずや。まだスーパーサイズになってないぞ。ありがとう、日陰。本当にいくら感謝しても足りないぐらいだ。だったらお礼におっぱいでも揉んでもらおうかな。揉んでくれた。え？冗談や、冗談。すでに脱いで準備万端やけど、すごいドヤ顔。ドヤ顔じゃない、じとめ。じとめ最高やな。日陰が冗談を言うなんて。わしもちょっとは変わったってことや。そうだ、一つ聞いてもいいか。なんや。蛇女のイムってやつが言っていたんだ、日陰が戦わないで逃げ回っていたって。イムさん、そういえばわしと戦いたいってよく言ってたな。でもまあ、なんかその気にならんかったんや。別に逃げ回ってたわけやないで。やっぱそうか。その意味で言うなら、わしをその気にさせたのは葛城あんただけ。突き抜けたバカってのは相手の心を動かすもんや。葛城、あんたは感情のないわしの心を動かしたんやからな。自信持って決戦の忍びと戦ってこいや。ああ、わかった。おかえりなさい。おかえり。おかえり。物語を楽しもうぜ。すぐに終わらせてくる。いってらっしゃい。どうして俺の相手がお前なんだ。またこの音楽。修行にならんのちゃうか。はあ、せっかく付き合ってあげるってのに、なんて言い草なの。俺は以前より成長しているぞ。お前の方はどうなんだ。いつも買っとったもんな。修行ならんで、ほんまに。成長って大きくなったの？どうやって？何したのよ？胸の話。なんか飲んでるの？マッサージ？ヨガ？おとなしく私に教えなさい。何のことだ？そうやってしらばっくれる気ね。まあいいわ。私だって毎日牛乳飲んでキャベツ食べてるんだから。キャベツはいいんかな、ハルさん。あんたなんかすぐに追い越しちゃうもんね。よくわからないが、お前も忍びとして成長しているということだな。ええ、そうよ。忍びとしても女としてもしっかり成長してるわ。ならば修行相手として不足なし。
相手をしてやろう。本当、いちいちムカつく言い方ね。まあいいわ。その代わり勝負に何かかけない？かける？負けた方が勝った方に言うことを聞くのはどう？くだらん。あれれ、私に負けるのが怖いの？自信家のあんたにしては弱気じゃない。怖いわけがあるか。よし、その賭け受けて立とう。よし、行くわよ。私が勝ったら胸を大きくする方法を話してもらう。野牛前忍ぶ。任務開始。でまた雑魚敵が大量に出てくる。終わり。100連戦突破。200連戦突破。200連戦ってまだ100連戦倒してない。500連戦突破。終わりだ。終わりだ。終わりだ。バスが弱いから連戦がすごくて終わり。連戦が途切れた。100連戦、200連戦、300連戦、まだ出てくる。線が超えてる。一体100ピクトはどんだけおるの？ダメコンボが繋がっとるだけで全然倒せないってことだよね。また出てった。またこの方が出てったぞ。こんだけ倒すじゃない。あと何体とか出てくれたんだよな。終わりだ。ぬるい。チェストもらった。ぬるい。チェスト。体力振ってもちゃんと古賀さんと2分が終わったんだ。さらば終わりだ。どこ行った？あったあった。はーはーはー、終わった終わった。終わりだ。未来マイチュンキル。こんな服で戦うの？いざ尋常に舞い終わり。ぬるい。やらせぬるい。クマさん
なんでガードさんってダメージが与えられない。まだだ。できるかな。せい。はっ。さら。ぬるい。と。ここで。さあ。本当に動いた。まだだ。まだだ。めちゃが降ってきた。信号にマシンガンに当たってしまう。セクサー、はい、自分もこれからか。やってる、やってる、やってる。火を見ながら火で見ると数が増えてる。突っ込んできた。ニトリングで突っ込んできた。俺がガードしない。ガードすげえ。またガトリングに突っ込んでくれてた。強い強い。強いぞ。どこ行った。雑魚敵の方に向いてしまうのが嫌。やっと1回目が破れた。凍ってしまえ。なんか連打ボタンが出てる。連打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 。キン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 打てる。さすが連打。走って逃げ出した。怒った怒った。あ、怒った怒った。どこ行った。待ってるでしょ。え、スタートないや。あ、ああいう風に攻撃しとったんや。股に挟んで左の左の。
ってガードしたんだ。さあ、とどめだ。これでおしまいだ。いけもう終わりか。俺の勝ちだ。どうやら絶秘伝忍法を手に入れたみたいね。どうやらこの力お前に引き出してもらったようだ。感謝する。あら素直じゃない。いつもそんな態度なら私あんたのこと好きになれるかも。では俺の言うことを聞いてもらおうか。は？は？勝った方の命令を聞くのだったな。賭けは賭けだ。約束は守ってもらうぞ。お前はひばりのために今からウサちゃんクッキーを買ってくるんだ。はあ？ここから町までどのくらいあると思ってるのよ。そんなことは知らん。早くしないと売り切れるぞ。まさにゲドバだ。そんなことは知らんって。さあ全力でダッシュだ。ダッシュだ。ひどい。やっぱり全言撤回。あんたのことはずっと